ぱり中国 その若い方たち観客がですねその、Jホラーをそのスクリーンで見たいという要望があるということだったんで、だから僕はその中国という国に呼ばれたわけではなくて中国 その市民の皆さんに呼ばれて僕は行ったでこの映画を作ったので、堂々とした娯楽映画ですよね。最初から最後まで全く息もつけず見させていただきました。期待にたがわぬ傑作でした。非常に怖くて面白かったですね。戦慄の凛子の撮影中に僕が角川で、書いている小説、児童向けの小説なんですけども、恐怖レクターという作品がですね7巻目が発売されたので、実はこの本編の中にも登場してます。超常現象というよりは人間が引き起こしたミステリーということなんで、もともとそういったミステリーもお得意な監督さんなんだなっていうのを今回見て感じましたです。もともと映画に興味を持ったのは七国とかブライアン・デ・パルマとかそういう人たちのサスペンス演出とかに興味を持ったのが発端でしたから、Jホラーのゴッドファーザーってなぜか言われることがあって、ゴッドファーザーは僕かもしれないけどゴッドは鶴田のようだって。みんなで小説サイト作って残生楼っていう時代小説を書いてたの。自殺だったら手首を切るだろう。けどさ、彼女は首を切った。催眠を使い人の行動を変えるのは有史以前に遡る。知り合って3年だけど今までそんな暗い顔見たことない。私の AI 研究に興味がある。なんで残生楼は消えたの？幻覚だったってこと？幻覚じゃない、誰かが気づいたんだよ。君と友達も殺す気だ。